フロルデンは有機塩素系殺虫剤の一種。日本において農薬としては1950年9月18日に登録を受け、稲や野菜のアリやドローイムシ、ゾウリンナエハタのネキリムシに適用されたが1968年12月17日に執行した。農薬登録執行後シロアリ駆除剤などとして使用されたが1986年9月に 過信法により、特定化学物質の適用を受け、すべての用途での製造、販売、使用が禁止された。過信法適用前は、1985年のピーク時で、原末に1 2 0 0ロットンが、アメリカのベルシコール社から輸入された。現在は、各国でも POPS 条約により、製造、使用は原則禁止となっている。 日本では1983年より、含有率6%を超える製剤が、毒撃法により、劇物に指定された。事態は、不燃性であるが、有機溶剤を含む製剤は引火性の場合がある。燃焼や塩基との接触により分解し、塩素、ホスゲン、塩化水素を含む有毒な、フィルム生じる。鉄、亜鉛、プラスチックやゴムなどを腐食する。 ついたち許容摂取量は0 0 0 0 5ログラム、比で、人体の吸入や経費、経口摂取ではン、経攣、嘔吐などの症状が生じる。水生生物や蜜蜂に対して強い毒性を有する。宮崎県の岡市で1982年に、白あり駆除用として、標準使用量のクロルデンを使用したところ、 その日のうちに30メートル離れた井戸に異臭が生じ、翌日には120メートル離れた井戸、2ヶ月後には200メートル下流の井戸、6ヶ月後には川の対岸の井戸に汚染が拡大した事例がある。横浜国立大学の研究者が岐阜市の住宅団地で調査したところ、白あ駆除用として散布してから5年後でも、クロルデン類が検出された事例があるように、 残留は長期に及ぶ。ありがとうございます。